学費南宋の画家、龍末年が、宋の英雄を描いた、中高四章、龍高生、半生中、長春、学費の全身像が描かれており、学費は、左から二番目である。学費が書いたとされる諸学費像武費商工11年12月29日は、中国南宋の武将、自和、宝居、総州桃院県の出身、 南宋を攻撃する金に対して幾度となく勝利を収めたが、学費らの勢力が拡大することを恐れた最小の深海に暴殺された。その功績を称えて、後に学王に封じられ、関羽と並んで祀られている。学費は、もともとは合同の出であったが、幼い頃に父を亡くし、聖母の輸子に育てられたという。やがて21歳の時、 北宋末期の1122年に開封を防衛していた宗宅が集めた義勇軍に参加した。学費は武勇に優れ、その中で金との戦いなどに軍港を挙げて、頭角を表し、1134年には、深淵軍節都市、小北路茨、上端修正を決しに任命された。しかし、増大する名声が深海派の反感と死死を招くことになる。1140年に、 北伐の軍を起こすと、主戦鎮で回戦を行い、金の総帥、圧節の率いた軍を破って、開封の間近にまで迫るが、新海の検索により、遊軍への撤退命令が出され、孤立した学費軍も撤退を余儀なくされた。これは、総始の記録であるが、金史にこの回戦の記録はない。その後、深海により金との和議が進められる。それに対して、主戦派の筆頭であり、 民衆の絶大持った学費は危険な存在であり、1141年に深海は、学費、学費のこの竹雲、竹家軍の最高幹部である、長剣に対し、冤罪を被せて菩薩したと答えている。この時、学費は39歳、竹雲は23歳だった。その背には母親によって掘られたとされる、計、人中報告の4文字があったという。後に冤罪が晴れると、 1178年に武木と送りなされ、1204年には学王に追封された。甲州の西湖のほとりには竹王病が建立され、竹王病の学費、竹雲不死の墓の前には、彼らを落とし入れた、深海夫婦、長春らが縄で繋がれた形で正座させられている、像が作られている。近年は当局により禁止されているが、かつては彼らに唾を吐きかける風習があった。 学費は、広代、旧国の英雄として称えられた。現代でも、中国の歴史上の英雄といえば、まず、学費の名前が上がるほどである。以下の両名は、当時において、学費の子孫とされた、内視は称された人物である。ありがとうございます。